球を守る孤高のヒーローを演じたトム・クルーズにちなみまして、本日はスポーツ界そしてお笑い界から目下話題の現在旬のヒーローをお招きしております。清川サーティスチャンピオン、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもカモメンタルのお二人です。これはキングコングのトロフィーです。はい、はい、ね、どうもこんにちは芸能界これこの間 TBS のオールスター感謝されてちょっと受けたやつですねこの作品の中でトム・クルーズは、まあ、人間がいなくなってしまった地球でたった一人でですね、こう守っていくという役柄だったんですけれども、気持ちが重なる部分なんかありましたか？リングに上がってしまえば一人ですけど、まあ、それまでにすごいいろいろな方に応援してもらったり、はい、まあ、支えてもらったりしてるんで、一人っていう部分は重なったんですけど、まだそういうなんか日頃の自分のまたこうありがたさとか、なるほど、感謝の気持ちっていうのがちょっと見てこうそういう気持ちになりましたね。なるほど、はい、だからもうそのトム・クルーズの方がすごい孤高のヒーローっていう感じが呼び大変だろうと、はい、しました。いうことなんですね。いかですか、そのお笑い界のヒーローって呼ばれることに関して。いや照れくささしかないですこれ全くヒーローじゃないですもん。もっといっぱいいるからね、お笑い界のヒーローは。優勝してから、はい、いろんな番組に呼ばれるたびにレジェンドたちを目撃してるんでレジェンドたちを全然すごい人たちばっかだから、全然ヒーローじゃないベイビーですよ本当こんな井岡さんと一緒に立ってるっていうことが、だそこらはあんま考えないようにしてるんですよなるほど、考えちゃうと、うん、現実的に考えると逃げ出したくなるんでてか僕らのこと知ってくださってました？もちろん、はい、知ってます。おでもなんか噂によるとキングオブコントこの間見られなかったらしい。そうなんですよ、おいそれ、はい、はい、じゃあちょっとここで、はい、一発見せたろかちょっと大丈夫かお前ショートコントお着信ちょっとお岩崎からだ。なんだろう、あ、もしもし。あ、ごめん今電車だから。あ、本当ごめんごめん。じゃあなんでかけてきたんだよおーありがとうございます。ありがとうございます。これがチャンピオンのショートコントですどうよ、目の当たりにできると。ちょっとTKO 負けぐらいな感じノックアウトされちゃった。いやでもすごいなんかこうやって今、はい、こう一緒に喋らせてもらってもそうなんですけど、はい、やっぱさすがキングオブコントの優勝者だなっていう本当ね、すごい感じます。ちょっと噛んでたじゃないですか最後心にもないこと言おうとしてるじゃないですか。いやいや映画の、タイトルになってますオブリビオン、これは日本語にしますと、まあ、忘却とか、忘れ去られた状態とか、まあ、そういった意味なんですけども、皆さんのオブリビオン体験、なんか忘れてたけど思い出した話とか、もう忘れちゃいたい話でも何でも結構なんですけども、すごい真面目に言うのであれば、はい、これからこう皆さんの記憶に忘れられないチャンピオンになりたいです。記憶よしよし出たこれは絶対使われますいいこと言いますね。なるほど、逆にね、うん、忘れられないチャンピオンになりたいと。なりたいと。チャンピオンになられて、はい、顔面だと思います。生活の方はどうか。もう全然一変したね。今までもう何年分かの仕事がこの1週間で入ってきたぐらいのテレビの話でいうとですよ、テレビメディアの話でいうと。でもだから先輩からはですね、例えばダンディ坂野さんからは賞金はとりあえず取っとけと、で今ある仕事のお給料でなんとか生活しなさいとなんかすごい結構先輩からいろんなアドバイスと、運よくサンミュージックにはそういうご相談できそうな先輩がたくさんいらっしゃいますのでいわゆる一発屋っていう人たちがいるんで小島よしおからもね、はい、いろいろアドバイスもいただいたりして、はい、今浮かれるなと、はい、だからスギちゃんさんも、うん、でちょうどスギちゃんさんが落ち着いてきた時に来たんでまあ、スギちゃんさん今度逆に俺らに乗っかろうとしてるんじゃないですか。そうですね、うん、多分そろそろちょっと一人で呼ばれることがなくなってきたから、はい、今度は僕らについてきたいって言ってましたけど、ただ小島も僕らに乗っかろうとしてるしヒゲさんも乗っかろうとしてヒゲ男爵さんもいっぱいいるな、ほんとトリーミンクさんとか、はい、ダンディさんもいるしヒロシさんもいるし、そんなに来られたらすぐ沈んじゃうんでそうです、ね、順番待ってくれっていう感じがあるんですけど